おはようございます。5月5日金曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。まあでもね、今日臨時の開地ってことで、昨日はね結構風があったんですが、まあ出られる隙を見て少しでも出たんでしょうかね。まあわずかでも並んでますんでね、よかったです。はい、とりあえずじゃあ見ていきましょう。すごいな、本当にね昨日結構な風が吹いてましたんでね、これは今日はすっからかんかなっていうふうに思ってたんですが、まあ少しはね上がってきてます。はい、活魚ですが、そうですね、少し小物と、あとはねまだ出荷前なんで分かりませんが、まあ少しは何か出てきそうですね。はい、こちらはカサゴのいい方が結構ありますね。まあまあの大きさですね。こちらにはねアコウ、キジハタですね。おお、アコウもね結構、うん、でめっちゃでかいよ。ひっくり返っちゃうけど、めっちゃでかいね。でかいけど、あーまあまあ、これはまあまあかな。うわ、これは2キロ超えてますね。でかっ。おお、すごいすごい。こちらにも大きめがありますね。あー、これもでかいね。あー、まだこっちの方がいいですね。はい、こうも何本かありますけど、はい、競り場ですが、こんな感じ。前の方にね3、4列並んでるっていう感じですけどね。はい、保証代がね増えてきましたね、やっぱね。今から梅雨に向けてこれがねたくさん上がってくると思います。まだなりとしてはねちょっとまだ早いかなっていう感じ。今からもっと超えてくると思います。はい、鈴木が少しだけ、これでいいね。ああ、買います。大丈夫。はい、こちらもそうですね、これはゴチ網でしょうね。同じような感じで上がってきてますが、赤い、はい、これは生き締めの馬面。あ、容器入れてるね、この漁師さん。これね、オスメス分けてますね。やっぱ混ぜるよりはね、こうやってメスならメスで分けた方が値がつきますんでね。はい、こちらは、おお、これ綺麗なねレンコダイですね。ああ、これは釣りでしょうね、おそらく。釣りの漁師さんが釣ってきたんじゃないかな。すんごい甘鯛もおりますね、これ。これはでかい。へえ。この甘鯛がおるってことは、これはまあそうですね、外海の方まで行ったんでしょうかね。立派な甘鯛ね、1キロ超えてます。あとは天台、締まりですけどね。いろいろいますね。糸より。糸よりも立派なね、綺麗な。全部釣ってきたやろね。すごい。大味も。このままはとにかくすごい。大味。はい、またあとね、ゆっくり見
ましょう。いただきます。はい、こちらにも打ち上げかな。これも小イカが少し、小イカも今日は高いでしょうね、おそらく。私もねちょっと狙ってみたいんですが、値段との兼ね合いがありますんでね。はい、マダコもねちょこちょこはありますね。これでかいねすんごいタコ、ふっと、わあすごいな、これ3キロぐらいあるんじゃないですか、でかはい、こんな感じですね。もう増えないかな、このぐらいですかね。はい、送りの2ですが、一応ね上だけじゃなくこの近辺の、市場もあるのはありましたけど、ただ2の量としてはねやっぱ前日までが祭日だったんでね、あ今日も祭日なんですけどお休みだったんで、やっぱ2の入りは少ないですよね。はい、下関便ですね。カツオの小さめがあります。まあまだねお魚も連休だったんでなかなか流通しないですよね。すごいね、南国サーモン、骨抜きがめんどくさそうだよね小さいからね、うん、はい、こちらはね北海道のイワシと思ってたらニシンですねイワシって言ってもいいかもしれんニシン、あすごいね、なかなかこっちでねこうやってニシンをね見ることっていうのは少ないですよね。はい、長崎のねすんごいサバがありますね、立派だね、カッチンカッチン腹も、これはすごいな。ただこの時期脂があるかどうかっていうのはちょっとね分かりませんけど、まあ立派なサバですね。うん、はい、こちらが下関メイタガレー、メダカガレーですね。こちらボウボウですね、うん、はい、キアラちゃん、この魚もね、まあ、正式には青旗っていうんですが、キアラとかね、キヨセとかね、いろんな呼び方がありますよね。こちらの方じゃ主にね、キアラって呼びますね。青旗、はい、こちら面白いですよね、いろいろあります。ホウボウ、アコウ、マトウダイ、これはエソですね、これはアヤメカサゴですかね、ペン先もやっぱり面白いね、バラエティセット。はい、こちらマゴチですね、
数は少ないんですけどね。でもマゴチも本当今もう良くなってきましたね。まあ今は本当に一番いいんじゃないでしょうかね。マコがね少し入ってる、小さめのマコが入ってるぐらいの状態ですから。はい、こちらには結構タコが、中ぐらいのタコですね。おお、これまたごじょごじょいろいろ入ってますけど、コブダイかわいいよね。はい、ここ結構ええメバルが並んでますね。これいいんじゃない。いいけどやっぱこうやってしっかりね型揃えるとすごい値段つきますよね。なかなか手が出ませんね。はい、マナガツオ中の台って言ったらどうですかね。わずかです。はい、こちらにもこち立てのこちが少し並んでますね。いいね、これはでかいよ。はい、アモも少しだけ、まあ出れないからね少ないんですけど、まあこれもね今休業が明けたりからね一気に増えてくると思います。はい、こちらギズラミがいますね。まだね今からもう少し大きくなってくると思いますけど、まあまあでも様子揃ってますね。結構値段つきますからね。少しね貝が出てきましたがそんなに大きくないですね。2キロぐらい、2キロ台みたいな貝、うん、でも少なめねやっぱ。はい、こちらには馬面の出汁が少し出てきましたね。あ、でももうあれですね、まだ超えてるのは超えてるけどやっぱお腹がもうパンパンですよね。マコがでかい。はい、貝もこれでかいね。結構荒いのが出てきましたね。これも大きいけど、これはまあまあかな。はい、釣り始まります。何か買えればいいんですけどね、厳しそうです今日は。どうでしょう。はい、
はい、まあ、とりあえずね、軟体動物は結構揃いました。はい、活魚ですが、今日はね、アホ。もうね、今日がまたしけで、明日がね、ほとんど白身もなくさそうなんでね。はい、こちらイカシモンもゲットできました。 OK。 はい、あやちゃん、すごいね、これブリー全部。ブリーのがあればもらうよ。わあ、いい煽りやね。ようあったね、この試験の中でね。正解。はい、アギンも、まあ、これもまあ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 いい方ですよね。ようあるもんじゃね、大しけとか言って。まあ数は少ないんでしょうけどね。こちらはイサキですね。イサキもね、萩の中でね、取るとこでもやっぱだいぶなりが違うみたいですね。はい、その他も、あ、なんかすごいね、ブリが。これは定置のブリなんですかね。ブリが多い。私もね、まん丸のやつを1本もらいました。はい、はい、アギのホウボウですね。綺麗なね、鮮度がいいな。で、一応が、ちょっと待って。
はい、というわけでね、なんとか連チャンゲットできました。あら、すごい値段でしたね。過去最高ではないですか。はい、隣はシマフグ、これは萩ですね。萩からね、天然台のね、いいやつも1枚入ってきますんでね。はい、まあなんとか少ないながらも結構揃いましたね。良かったです。はい、はい、それじゃね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げですけどね、昨日のやっぱしけ、どうしてもねやっぱ出れなかったみたいですね。まあそれでもね、少しは上がってきてましたんでね、結構揃えることができました。良かったですね。本当助かりましたよ、これはね。まあ今日もね、多分出れないんでしょうからね、明日は今日よりもっと少ないかなっていうふうに思っております。まあとりあえずはね、連休明けで少し揃いましたんで、今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、まだまだねゴールデンウィーク、終盤になってきましたけどね、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞこの段差をね、よく見外すんだよな、これ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の、連休明けの金曜日の水揚げですけど、もう少なかったんですけどね、まあ少ない割にはね、本当よくね揃った方じゃないでしょうかね。結構写真もねしっかり揃いましたし、明日の準備もねできておりますんでね、ああよかったな。おそらく明日はねほぼほぼ何もない状態に なってるんじゃないかなとは思いますんで、今日揃えられたのはラッキーでしたね。良かったです。はい、ということなんですが、まあ連休でねゆっくりさせていただきましたんでね、はい、今日からねまた、またすぐね日曜が来ますけどね、今日からまたしっかり頑張っていきたいと思います。はい、ということで、はい、ゴールデンウィークもね終盤になりました。はい、残り少なくなりましたけどね、皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。楽しんでください。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お店到着です。はい、萩から天台が届きましたね。はい、どんなやつでしょうか、見てみましょう。よいしょ。はい、あやなかちゃん、すっからかん。まだ腰治らん、治らんちっとコルセット当てじょき、当てじょ、そら動かんのが一番ええんじゃけどな。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お母ちゃんごめんね、ありがとう。はい、キャンプに行く予定やったけど、ね、キャンプやったん。キャンプしてる、ほんとごめんね。今日は行かん方が良かったよ、この天気は。台風みたいなよ、風が。ああ、水槽が大変なことになったな。しょうがないね、これもう明日の分もあるけ。まあでもあって良かった。どうしようかと思ってました。おはようございます。あやちゃん、ありがとう。はい、おい、おいね、てっちゃん、ええで。はい、おはようございます皆さん、おはようございます。はい、今日はね、あ、地物も結構高かったよ。めちゃくちゃ頑張った。
小池さんじゃないですか。池田です。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。
高島さん、これまださ50個入りをさ25個やったっけ。今日25個全部あげてもらいました。今日のおやつおいしい。ここ3人持って頼むのは3人3人で頼むのがいっぱいだね。めっちゃ細い。だから単純にや2切れ分で3切れ、それやってただ切れ数を増やす。今回はありがとうございます。いつもね、あのシップいっぱいもらってね、ビオフェルミンとね。あ、トリオン、うん、あ、トリオンじゃん今のちょっと入っちゃうけど、ね、いつもの声は声がね、あの作ってるんですかってこの前入ってたよ。今日気まずい雰囲気やね今日は事務所の方からお送りしてますね。これはね、先日ね、うん、うん、先日です。はい、あの広島から届きました。はい、大丈夫、ちょっと動画の自分の出す、違う、それ私のかも。じゃあ先におやつの紹介からいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。本日も2連休どうでしたか。特に特に変わったことはなかったです、はい。この方酔っ払って、酔っ払ってないです。リバースして、友達があのちょっと酔っ払って、めちゃくちゃ私飲まないのでね、意外でしょ。カラオケね、3時間ぐらい、ハメ外して、ハメ外しちゃってね、夜中1時ぐらい帰ってね。まあたまにはね、いつも朝早いから、うん。すごい楽しかった。よかったじゃん。カラオケ最高じゃん。コロッケクラブ、5時間で1500円飲み放題。コロクラ？コロクラ？コロクラ？5時間だよ。ドリンクバーついて1500円よ、レディース、女。レディースじゃないじゃん。ね。レディースじゃない。一緒に行く？ついてんでしょ。一緒に行く2人で。5時間。行ける。ちょっとキャラが違う。広島からね、先月あのお越しいただいてお菓子をいただきました。あの仲のすごく仲のいいあのご夫婦やったって、あの社長があのにこやかに。ありがとうございます。川通り、こっちの方で川通り餅、大学やとかまし川通り餅で合ってますか。亀屋ですって。かわいい、これ見て、かわいいね、これなんかこれやだ、かわいい、どうも、あげ、おかみさん好きそう、ここにね、お餅が入ってる。そういうキャラで今日行こうかなと思ってるんですけど、どうですか。好きでした。あ、いいですかね。じゃあお願いします。じゃあ、食べるのね。いただくのね。ごめん。今日だって何も食べてないじゃん。タコすごい食べてなかった。ね。すごいね。今日の乾杯。じゃあいただきましょう。はい、いただきましょう。お餅あるよ。もちゃん。お餅、もちゃんお餅取りきて、ごめんね、お疲れのところ、ごめん、い
ただきます。先日ね、広島からね、お土産持ってきてくれちゃった、かわいいやろ、はい、うん、かわいい。これ、なんか中にくるみかなんか入ってる。うん、やっぱくるみだ。真ん中にくるみが入ってる。くるみが入ってるの。これ飲んだ？飲みな。これ飲まんほうがええよ。なんか。でもどうか。ちょっと速攻の水みたい。笑えないよ。うん。大体いけんまんね。うん、だいたね。あ、ちょっとね、すっきりして味がいい。モザイクかけんけどね。あ、でみんなこうやって選べるはずそうやね。はい。これで何の手かわかりません。さっき見せたじゃん。これね、正直すごく美味しくない。そう、私は好きだけど、すっきりして絶対案件お待ちしてます。誰が作ったの？はい、これも同じこと？うん、広島もみじカスタードロールケーキ、さごたに牛乳しよう。こんなにいっぱいいいのに気遣いなく。おらんやったけね。土砂降りなりやったんだ。大谷さんドヤ顔でお部屋ちゃんを送ってきてから、この人道間違えてね。入り道ね。もうローソンで置き去りにされた。もうここでいいかみたいな。油断するのってめんどくさいけね。土砂降りやったね、ほんとね。わ先日の4月の29日だね。うん。30日かい。29日土砂降り。うん、思い出す、思い出になった。わあ、ありがとうございます。面白いね、これ二人で分けた方がいい。そうだね。なんか量的に、うん、ごめんね。あ、可愛いね。ちゃんともみじの柄が。もみじやし、なんかメープルもかけてあるような、なんかそのデザイン。あれ、あれか。待って。可愛い。カスタードクリーム。あげー。カスタードクリーム。カスタードクリーム。いちごマシュマロカスタード。ん？違うよ、そっち。いただきます。誰も来ないかな。おいしい。もうすごいね。いいね、これ。うまい、おいしい。何よこれ、美味しいわ。今気づいたん？うちすぐ気づいたよね、朝。いかさん、ちょっとこれすごい美味しい。これかわいいやん。美味しい。そうさ、あの下関のさ、うん、あの男の子2人とさ、うん、いつものお父さんとお母さん来ていただきました。ちゃんと動画に撮ってるからさ、うん、社長にね、のしてあげてねって言うちょっと。すごい上から目線。のしてあげてね。うん、続きまして、こちらは、月曜日よね。休みの前が火曜日。5月2日の火曜日に、レジのお姉さんのね、あのファンの方が、うん、お土産持ってきてくれた万格総本舗って、うん、のゆかり、すごい有名ななんかおせんべいらしいですよ。レジのお姉さんのあの2人目が来てたけど、あーすごい、え、バルタン星人ほら、おチョキ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 、これなんかレベチらしい、そこら辺のせんべいじゃないって。これのせんべいに失礼だよね。ゆかりってどういう意味のゆかり？もうそこはもうあんまりふりかけのゆかりみたいな、香りとか稽古とかな感じのゆかり、はい、なんかあ、いろいろ名前があるんじゃん、うん、ひそひ、うん、やっちゃげて、すごい高級な品らしいです、うん、
なんかすごいらしい、これなんかほんとすごいらしい。なんかちょっとグリーンとなくなっちゃってる。ちょっと噛むかしょうか、これも、うん、ちょっとうん、喧嘩なっちゃう、うん、すごいわ、エビ。あ、すごいね。なんかゆかりってどういう意味だったかな。あ、もちろんこれすごい。もう口の中がエビ。ゆかりはね、人と結ぶ縁起と書いてゆかりの名のもとにだそうです。すごい素晴らしい。ご縁ができるってことですね。やっぱりすごいね。今説明しますか。あ、すみません。何だ。あの動画見てください、詳しく。超めんどい。ごちそうさまでした。皆さん本当にお気遣いありがとうございます。毎回本当皆さんのお買い物に来ていただくだけでも、もうあの立ち寄っていただくだけでも本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、今日はね、我らがね、富永様の誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。近くだったらね、あのケーキ、あのなんか作って作るって言ってないじゃん。え、作るよ私、一応なめんで。そこらへんあれやる、どうする。買ってきたシナノにあれクリームのっけて飾るだけやら、うん、伝説のここでやった、ね、じゃあケース。あ、お疲れ様でした。イカさん、また明日。お疲れ様でした。明日も来るけね。なんかちっちゃくなった、すごい、その子が、うん、来週は、うん、来週で。富永様、おめでとうございます。いい一日を過ごされているかと思います。富永様の一年がいい一年になりますように、青山宣言一度願っております。ゴーヤも豊作でありますよ。ゴーヤゴーヤ言ってないよ、あんた。ほんとさ、もうなんかじゃあさ、ほんともう何かもう富永さんって言ったらゴーヤがポンってもう浮かんでくる方がいいね、白ゴーヤが。でもね、ほんと皆さんもう気遣いなく、もうほんと気遣いなくキモいキモい、何かぬくもりがキモい、何か生ぬるくてキモい。ほんとえっ、キモい。たまにはいいよ、ぬくもりもね。ゾワッてした今。ありがとうございました。おばちゃん明日もね、来てくれるかな、はい、もういいと思って言うしかないよね。ほんとね、なんか言い方がちょっと違う。じゃあ明日もね、はい、忙しいかもしれませんよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月もね、よろしくお願いします。あ、始まりましたね、今月も早いもので。はい、じゃあね、また明日お目にかかりましょう。はい、うん、ちょっとね、今日忙しくてバタバタで申し訳ございません。また明日ゆっくりお話できたらいいなと思います。まあ、需要があるかどうかわかんないけど、うん、なんかまたね、コメント紹介でもしようかな、明日ゆっくりね。皆さんコメントくださいね。明日おばあちゃん読んでくれますので、はい、いっぱいください。どうしどしどしどし。ありがとう。おやすみなさい。はい、おやすみなさいませ。ここからオフショットね。さっきさ、お菓子をいただいたじゃない。で、美味しかったから何入ってんだろうと思って放送紙を見たかった。そしたら見たよ、うん、見るこれ、これ放送紙見て、だんだん見てみなくて、もし大谷さんってああいう感じなんですよね。すべてにおいて。と思います。え、いや、おばちゃんさ、お菓子食べようや、もらった方がいい。お菓子の紹介してます。何それ、怪しい。何それ、手作り。うん、
田中ちゃんがもらったっけ。田中ちゃんがもらったの、うん、誰から。おいしいって知り合いの人。あの妹はちゃんとしてるから撮ってるから撮ってるからね、うん、手作りすごいじゃん。見てみんなすごいね。豆でごくって言ったけど大丈夫。今餅食べたいただきます。これなんかパンケーキにさ抹茶クリームとあんこ挟まってるよ。うん、また食べだしたね。うわわわ、ね、抹茶これすごい。抹茶のちゃんと苦みがある。ほんとね。売り物これ。売り物なんじゃないこれ。違う、でもラップだったね。ほんとね、うん、1個ずつしようならわかるけどさ。うわすごい。うん、おいしい。あんこも甘すぎず、うん、抹茶もほろ苦くてね、うん、すごい。なぜ食レポじゃん。その通りだもん。うん、たまにはやるじゃん。あっさりして食べやすいね。なんか見えちゃいけんもんが見えちゃうかと思ってんの。うん、ほんとお昼ご飯ね。バッキリだ。食べました。あ、そうね。皆さん、また明日。バイバイ。おかみさん、おかえりなさい。おばあちゃん、何食べよ。おかみさんがね、子供の日やからね、風邪持ってこうてくれた。子供、おばあちゃん。もうええよ、大人よ。お母さん。ね。あのね、心はね、子供のままでいいんだよ。なんか毎回名言出しようと思うちょ、うん、自分が。いや、出そうとは思ってないの。あの年齢のこと言いよったじゃん。うん、何やったっけあれ。あの年齢は記号でしょ。あ、記号みたいなもんだからっていう。うんうん、そうだよ。そうじゃない、だって。ごめんなさい。ごぼう。え？だってそうじゃん。なんかレディース感が閉まってるし。ん？だってさ、子供の日なんてね、あの子供だけがね、あの喜ぶ日じゃないよ。うん。で、もうちょっと落ち思いつかないからいいかな。食べよ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 。はーい。じゃあこうやってもう撮ってるからさ、もうここ行く。すっぱ抜いてるから食べちゃって。もう食べるの。うん、なんかパンパン、うん、嘘言いなや。無限じゃん。昨日大食いの見た。テレキューラスカルが負けたやろ。すごかったね、うん、ラーメンもすごかったよ。あの最後のこしあもちって葉っぱ食べるん。食べないこれ。食べないの常識的に。さくらもちは食べるけど、うん、気持ちは食べちゃいダメなの。食べてみて。常識今ちょっと食べてみて。どっちがどっちかな。よもぎ半分こしようよ。なんでこんだけしかないのになんで半分するの。んどうするの。こんだけしか一口しかないのに半分両方食べれるんじゃん。半分どうやってするの。いやいや、食べり食べりって、うん、それお腹いっぱい。これなんか大きさがさ、こっちの方が大きくない？なんか触ってみよう。こっちの方が重たいもん。何も言えねえ。何も言えねえ。ヨモギ？白がいい。すごい匂い。カシワ餅の葉っぱって食べないの？食べない。これなんて葉っぱ？カシワ。カシワ。カシワ。桜餅は食べるよ。映っちゃうかもわからやろ。インタメ手探りで。お、おがちゃん切れてるわ。もうちょっとこっち寄って、うんうん、そこでいただきます。ここ入ったら見えるとか。ちょっと近い、うん、寄らんじゃん。好き好き攻撃が。
美味しい。おかみさん美味しいよこれ。食べるよ。初めてのパって食べないの。みんな常識的に。まあ、食べてみていいの。なんかに使っちゃうわけじゃないし。うん。でもちょっとしょっぱい。やめて。うん。おいしい。ところなくしてもうね。なんかずっとなんか食べようもんね。ずっと食べてる。ごめんね。あのカツアイでパカって勝手に終わってもらったらいいよね。うん、もうめんどくせえってやってもらったらね。社長も寝る時間削られる。ごちそうさまでした。かみさん、ごちそうさまでした。また後でゆっくりいただきます。待ってよそこ。終わりよガチャ。なんかやる？もういい。大丈夫？大丈夫？はい。